はい、じゃあこれから上脇がこの文献について紹介します。はい、こちらあの文献情報となってます。 ACL のロングペーパーです。はい、初めにアブストラクトです。まあ、これはあの皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、機械が物語を理解するのはまあ容易ではないです。でなんでその機械が物語を理解するのが容易ではないかっていうと、その行間を読んだりその登場人物の精神状態がどういう状態にあるかっていうのを簡単に理解できないからという理由となってます。そのためあの動機、なんで登場人物がこういう行動をしたのかっていうその動機と、あと感情的反応に関して、まあ、登場人物の精神状態を特定して、で物語中の、その登場人物の心理変化を説明する新しいアノーテーションフレームワークっていうものを提案しています。で次に、まあ、イントロダクションです。で物語の中の、まあ、その出来事と登場人物のその精神状態との間の、まあ、因果関係について推論が必要です。で、まあ、あのこれらについてその文章中で明確にその文として述べられていなくても、それらの関係を、まあ、明確に推論する必要があります。で、まあ、先行研究のまあ論文で示されているように、こういった推論についてはまあ統計学と、あとニューラルマシンにとってまあ非常に困難な内容となっています。まあ、これは人間にとっては些細なことではあるんですけど、機械にとってはすごい難しいという内容になっています。で、まあ、登場人物の精神状態に関して短編小説を密にラベル付けするための、まあ、新しいアノテーション形式を構築しましたと。で、まあ、2016年のこの文献で、あのこの短編小説をまとめたあのコーパスっていうものを作ってて、それについて今回はその感情を付与するっていったような内容となってます。はい、で、こちらがあの、登場人物の、まあ、やり取りによってどういう行動をしてどういうふうに心理状態が変化するかっていうのを、まあ、図式化したものとなってます。はい、で、まあ、あのその感情がどういうふうに変化するかっていうのをラベル付けするために、まあ、簡単に言うとこの3つの、まあ、心理モデルというかを使っています。で、初めにあの一番左側のものがあの基本となってて、でそれをさらに細かく分けるとこの真ん中の心理系のモデルになってます。でこの2つだとなんか割とその動機モチベーションとかに近いので、そのエモーションの感情の部分をやるためにフルチックの、基本8感情の、まあ、心理モデルを使ってます。で、さらにあの登場人物の精神状態を、まあ、あのオープンテキストの説明からこう取得することで、その登場人物の精神状態を説明することができる、まあ、あのモデルを学習することが可能になり、さらに、このオープンテキストとこっちの上の感情とを対応付けることで、まあ、2つの情報を取得してさらに精度を良くすることができるというふうに書いてありました。で、こちらがですね、あの短編小説が、一番左側に書いてあるんですけど、それに対して、登場人物がまず誰が出てくるかっていうのを、出します。でその上で、動機とあと、受ける、まあ、その心理的な変化をにこう分類をして、その動機が何だったのかっていうのを特定する。さらにその心理的変化は、まあ、どういうふうな変化だったのか、でどういうふうな心理なのかっていうのを、まあ、あの特定するっていうような形でそれぞれを分けていってアノテーションするっていうような形になってます。はい、で、実際に、アノテーションして、まあ、あの感情とかそのラベルをつけたデータで、まあ、あのトレインとあとデベロップメントとテストで分けたあのそれぞれ の, あのデータの量になります。はい、こちらが、まあ、あのちょっと詳しくは理解してないんですけれども、あのそれぞれの、まあ、ラベルつけたものに対してどれぐらい の, あの割合があるかっていうのを図式化したもので、まあ、例えばあの、左側の一番下だと、フローズンフィアって書いてあって、なんかそれがこうフィア分離されるからなんか 0.5% ぐらいそのアノテーターがつけましたよみたいな図だと思います。はい、で次にですね、あのアノテーターが、まあ、それぞれのラベルタイプ、先ほど見せたあの感情の、モデルの3つに対してどのぐらいあの一致してたかっていうのを表したものとなってます。はい、
で次にですね、ノーマライズド PMI を、アノテータ1とアノテータ2について取った例となってます。で、主に、この赤いところで、赤いところが NPMI の値が高いところ でこの黒色で囲われているところがなんかそれぞれの人によって解釈が異なるところで、この解釈が異なるところについては先ほど の心理モデルであった、左側2つの方でなんかどっちか迷う例があったので、そういった例についてなんかそれぞれがこう迷ってますっていうのを値として示しているというふうに書いてありました。はい、で次にですね、今回のこのデータ使って実際にやる3つのタスクとモデルについてなんですけど、タスクとしては、ここの3つになっていて、で、なんか、使用するタスク全体に使用するモデルとして TF-IDF とかグローブとか CNN あと LSTM とかが挙げられていました。で、それぞれ の詳しい説明についてはペーパーの方を読んでいただけたらと思います。で、これが実際の結果となっています。はい、で制度についてはこの後詳しく説明します。で、ちょっとこれを出すと分かりにくいかもしれないんですけど、それぞれこうランダムと、それぞれのこのモデル入れた例で値を比較していくと、なんかちょっとよく分からないんですけど、タスクが難しいのに、全てのモデルはランダムよりも、スコアが高い結果となったから、有用だろうと。さらにエンティティ、固有のコンテキストの情報を追加したことによってパフォーマンスが向上しました。あとは各タスクで最もパフォーマンスの高いモデルっていうのは先ほどあった心理モデルで、それぞれこれらなので、これら の心理状態を予測するのに一番最適なモデルだと言えますと。でさらに食べ物、食物に関するなんでこの食べ物を食べたかみたいな予測に関しては、なんか接触または調理などの限定された具体的な行動になるため、容易に分類というか予測することができたんじゃないかというふうに述べられてました。で、次に、2つ表が出てるんですけれども、一番、上というかテーブル4の方については、TF-IDF っていう単純なモデルが、オープンテキストの音を、カテゴリーにマッピングすることを学習できている、シンプルな単純なモデルで学習できていると。さらに、自由回答アノテーションの分類モデルを事前学習プリトレインすることが、カテゴリー予測のパフォーマンス向上、これだけ TF-IDF でできてるんで、事前トレーニングすることが、パフォーマンスの向上に役立つ可能性があるっていう、なんか私たちの仮説を支持しているというふうに書いてありました。次に、下の表になるんですけれども、で、下の表はモデルに対してモチベート、動機のところとエモーションで、感情がどういうふうになっているかというもので、感情と、動機の状態に密接に関係しているので、ランダムっていうベースラインでも割とスコアが高くなると。ただ、全てのモデルがそのランダムよりも優れているんで、生成された簡単な説明は、意味的にリファレンスのアノテーションに近いんじゃないかということを示しています。はい、で、最後にコンクルージョンです。短い、物語、ストーリーにおける登場人物の精神状態の情報で、訓練をして、評価するための、リソースとして大規模なデータセット、以前作成してたデータセットにその感情とかを付与したデータセットを構築しました。で、データセットには、登場人物の動機と、感情的な反応に対する、30万以上の、低レベルの注釈が、アノテーションの結果が含まれています。で、重要なのは、登場人物固有の、コンテキストをモデリングしてフリーレスポンスデータを、事前トレーニングすることで、ラベリングパフォーマンスが向上することですというふうに述べられていました。以上で終わります。